はい、こんにちは、あたです。本日は埼玉県に来ております。もう私住んでるのが茨城なんですけど、車で埼玉まで高速で50分ぐらいでしたね。はい、埼玉のエニタイムに来てる理由なんですが、ナバっていう大会のビキニプロのあかねさんに足トレを教わりに来ております。めちゃめちゃトレーニングを追い込む方なので、ちょっと生きて帰ってこれるか不安なんですけど、はい。でもまあ、すごいね、勉強にもなると思うので、足トレ教えてくださいって私から言わせていただいて、で、快くね、本当に快く、一緒にやろうよって言ってくれて、本当にこんなね、いい機会をいただけてるので、エニタイムで集合して今からトレーニングに行きたいと思います。まあ、ここでさらっとまあご報告なんですが、7月の FWGA のモーラカップって茨城で開催される大会に出場するっていうのは 何個かというか、まあ前の動画で言ってる動画があるんですが、8月の6日の関西で行われるナバの大会にも出場する予定です。はい。なので、でね、私もともとこのボディメイクの大会を目指したきっかけっていうのは、ナバの選手にすごい憧れを持って、こんな体になりたいって思って、ボディメイクを始めたっていう経緯があるので、本当にね、トレーニング経験が浅い私がすごくおこがましい夢なんですが、ナバのビキニプロに私もなりたいって思って今頑張ってるところです。はい。で、まあそのナバのビキニプロのあかねさんに足トレを教われる機会を今日いただきましたので、死ぬ気でやっていきたいと思います。それではトレーニング行ってきます。
音がガラガラなんですけどトレーニング終わりましたということで、あかねさん本当にありがとうございました。なんかはぁ、あ、しんどかったけどめちゃめちゃ勉強になりました。これを活かして、あの日々のトレーニングに本当に励んでいきたいと思います。ね、無謀なね、私の夢とか挑戦だと思うんですけど、応援してくださる方がいて、協力してくださる方がいて、この YouTube を見てくださってる方も、この無謀な挑戦をしてる私を見て、自分も何かに頑張ろうとか、そういうね、勇気とか希望とかを与えられたらなと思います。何かに挑戦するって、大変だけど、すごい楽しいよね。ああもう歩けない、足が痛いっていうか喉がなんかもやられた。それではまた次の動画で、またね、何かに頑張ろうね。